クスノ港跡地に建設されたユメタウンベップ。背景は高崎山。ユメタウンベップは大分県ベップ市にある株式会社泉が運営するショッピングセンターである。クスノキ港跡地の私有地に2007年11月29日に開業した。交通量の多い国道10号に面するベップ市の中心市街地に位置している。クスノ港跡地は 1992年12月に埋め立てが完成。大規模ホテルの誘致も検討されたが、実現しなかった。2000年2月に策定された、別府市中心市街地活性化基本計画では、クスノキコア土地において、国際ホテルウォーターフロントガーデン、ショッピングプロムナードアミューズメント施設等の複合的な開発を目指すこととされ、2004年1月から、 事業計画の公募を行った結果、同年8月に、泉による計画が選定された。しかし、この計画には、別府商工会議所などが反対し、市を二分する議論となった。別府商工会議所が主催した、出展反対を訴える抗議集会には、会場の定員1000人を超える1500人が参加した。誘致推進派であった市長の浜田博は2005年1月に、 計画の凍結を表明し、開発計画関連議案の議会提出を見送ったが、翌2006年1月に凍結解除を表明。同年4月には任期半ばで辞職し、誘致の是非を争点とする出直し選挙が行われた。この選挙では浜田が再選し、同年6月2日に別府市と泉の間で立地協定が結ばれ、夢タウン別府の進出が決定した。 ユメタウン、ベップ出展時の立地協定には、2期計画として、シネマコンプレックスなどを建設することが盛り込まれていた。この新館は、国道10号を挟んで、本館向かい側にあった、商工会館が移転した後、その跡地を取得して建設する計画であった。2008年7月9日に、内閣総理大臣の認定を受けた、ベップ市中心市街地活性化基本計画において、 国の支援がないその他の事業として泉主体での、夢タウン、別府新館建設が盛り込まれた。同計画では、規模は4から7スクリーンとされていた。泉は、2008年3月8日に、2009年4月までに日期計画事業に着手するという確約書を、別府市に提出したが、2009年12月23日には、収益悪化などを理由に延期を表明した。 別府市は2014年9月18日に泉との協議の結果実現は困難との認識を示している。当時泉側はシネマコンプレックスは大井大旗の新駅ビル JR 大井田市機にも入居する予定があるなど供給過剰であり将来的にも設置が難しいとの見解を示したとされる。ありがとうございます。